皆様こんにちは。はい、こんにちは。ね、今日はね、皆さんにね、ぜひね、おすすめなご飯、ドッグフードがあるので、うん、はい、そちらのね、お話をしていきたいと思います。はい、っていうのも、実はね、私ずっと前から気になっていて、ちょっとね、試したいなって思ってたドッグフードがあったんだよね、ずっと言っててね。はい、で、たまたまずっと思ってて、そしたらね、偶然そこのメーカーさんとか業者さんからお仕事いただいたんですよ。おお、すごいですよね。そう、はい、お仕事いただけて、まあ、偶然ね、 あんたたちお仕事もらえるんだったの。そうね。で、まあいい機会だったので、でこの子たちもね、ちょっと試してて、すごくねやっぱり良かったんですよ。でね、あ、皆さんにおすすめする以上ね、無責任なこと言えないしなっていうのもあったので、うん、まあちょっと悩みながらお仕事受けたんですけれども、はい、やっぱり良かった。あ、で、まあそのドッグフードっていうのをちょっと今紹介しますか。そう、はい、じゃあこちらになりますね。はい、はい、それがね、ドルルルルルル、ダンドン、うまっか、うまっか、もう、うわー、すごい、名前からしてもうまっかだからね、うまっかっていうドッグフードなんですけども、あ、もうほら、もうやばい、もうこれね、 SNS とかでもすごいね話題になってんだよね。ああ、そうなんだ。そう、インスタとかでも結構見てて調べてて、すごい悩んでたんだよ。ああ、そう、もともとね。そう。ああ、そっかそっか。で、どうしようって思ってた時に、ちょうど本当に偶然、ね、ね、お仕事の声かかってっていう感じで。ね、有名人だね、クロちゃん。おすすめです、これ、ちなみに皆さん。っていうね、お話の動画にしていきたいと思います。はい。でね、何がまずおすすめか、私がすごいいいなと思ったところをお話ししていくんですけれども、うん、ここにもね、ちっちゃく書いてあるんですけれども、まずここにも書いてある。全部国産の原材料なんだよ。ああ、はいはいはい。そう。で、私、無添加とかそういうの大好きじゃん。うん、オーガニックとかさ。はい、それにほんと、本当に近いフード。うん、で、書いてあるけど、着色料とかももちろん入ってない。小麦グルテ、私嫌いなやつね。これも入ってない。で、この方も、ここ一番私好きなの。ノンオイルコーティングっていう。へえ。で、私すごい気に入ってるの、このノンオイルコーティングってさっき言ったと思うんですけども、ドッグフードって大体食いつきよくするために表面にね、油コーティングされてんだよね。うーん、だけどこのご飯はそのノンオイル、そのコーティング剤を使ってないから、うん、油やっぱり使ってるとさ酸化するんだよね。うーん、で悪くなってっちゃうんだけど、使ってないからそういう心配がないんだよ。はい、私それがねすごい気に入ってんの。はい、っていうので、まあ、栄養価もねバッチリ。俺が一番気になるのはここでしょ、下だよね。すごいなんかうまそうな。九州産の、これなんていうの、花緑っていうのかな。はあ、でこれね、水炊きってあるんだよね。はいはい、九州とかのあっちのさ、うんうん、名産のご飯とか食べ物でさ、うん、はい、そこに使われてる料亭の同じぐらいのいい鶏を使ってるんだよ。へえ。そう。すごいね。うん。まあ、中身ちょっとどんなものなのか。そう、中身がね、そしてね、あとここちょっとお見せするんですけども。うん、あとね、こんな感じでね、鰹節入ってるよね。へえ、普通入ってないの？あんま入ってんのない。うーん、で、開けてみますね。はい。ね、見ても。行くよ。ああ、やばいかも。うん、やばいやばい。本当にあれだもんね。うわ、このね、匂いがね、すごいね、いい。本当にいい。普通のドッグフードと香りは全然しない。全く違うものっていう風に思ってもらった方がいいのかなって。あ、ドッグフードとね、うん、普通のね、ドッグフード臭さは一切ありません。これ人間食べれるの？これヒューマングレードって言ったらもちろんね、この原材料自体が人間食べれるものだから、うん、食べれるの、うん、へえ。でドッグフードの匂いしないし、うん、例えるならお出汁、出汁の香りがします。多分それがね、鰹節のいい香りなんだろうなっていう感じなんですけど、すぐねちょっとお見せしますね、うん、こういう感じでね、ちっちゃいんですよ、うん、でこういうなんていうんだろうね、楕円形っていうのかな。そうだね、なんかこんな感じのってあんまないんじゃない？ある？あんまり、うん、あるけど、そんなにここまでなんだろう、薄くてっていうのはないかな、うん、でオールステージのご飯なんだよね。オールステージ、赤ちゃんから子犬から要はシニア犬のワンちゃんまで食べれるから、うんうんうん、だからね、本当ストレスのないご飯なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ヒューマングレードっていうことでね、うん、私の恒例試食。あ、あなたが試食するの？そう、あなたが試食するってもう前から試食してるでしょ。そうしてるけど、うん、まあ実際にね、うん、美味しいと思っちゃうの。そんなに、うん、すごいね。本当に美味しいと思っちゃう。人が美味しいと思ったらさ、ワンちゃんもっと美味しいと思うんじゃない？そうなんだよ。で香りがねやっぱいいから、もうみんな
まあすごいね、ちょっとペロ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 ってこうやってね、うん、怒ってる人なんでさ食べたいのね、うん、じゃあちょっとね試食させてみたいと思います。はい、え、じゃあ食べてみる。ちょっと待ってて。おお何嬉しいのはいはい、ね、みんな嬉しいね。そう、あのね、ご飯に対するね食いつきっていうかね、あの興味がねもともと強い子たちだけどもっとすごいよねこれね。で特にね、まあ、今からの時期ちょっと暑くなってくると思うんですけれども、すごいやっぱ香りがいいっていうだけあってか、食いつきがねやっぱすごいんですよ。で暑くなるとねちょっとバテてきちゃって、あのご飯食べない子とかもいると思うんですよね、食欲落ちちゃうから。あ、はいはいはい、そういう子なんかにすごいおすすめだと思う。食べないと弱っちゃうじゃん、うん、夏なんてさ、ね、食べなきゃいけないけど食べれないっていう子たちに。おーわーおはい、待てよ、ちゃんと座って、ちゃんとお座りして、ちゃんとお座りすんの。待て、美味しいもんねこれね、うん、待ってねちょっとね、はい、待てよ待てよ、ちゃんと待って、ちゃんと待ってすんだよ。ちょっと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 待てよ、ちゃんと待てできる、待てできる、あちゃん待てよ、よだれよだれよだれ、そんなに美味しい、何やってんの、我慢できない。やっぱ最近さ待てできなくなっちゃうもんね。そうなの、これだとこのご飯にしてからこんな感じなんだよね、うん、もう普通はもう前はね絶対待てできたもんね、ちゃんと待てできたんだけどね、これのご飯に関してやっぱね食べたくてしょうがないみたいな感じなんだよね。まあね入ってるのも全然悪くないしね、全然もちろんそういいし、こんだけ食いつきっていうことはね、そう、 うん、すごい気に入ったご飯っていうかっていうのがこれうまかです、うん、はい、うまかーなんだってね九州の、あうまかーって、そう九州のうまかーって言ってみて、うまかよってうまかよってね。でね、今あの、はい、下にねあのリンク貼っとくんですけれども、概要欄の方にね、そうそうそう概要欄の方に貼っとくんですけれども、はい、期間限定のなんかお試しキャンペーンみたいなのがちょっとできるので、下から入っていただけるとね、うん、これちっちゃいねあのサンプルを、うん、あの100円でお試しできます。100円でね、うん、なのでねちょっとご飯どうしたらいいか迷ってるとかっていう方は、うん、ぜひね試してみるといいんじゃないかなっていうふうに。ああそっか、まあわからない人とかね、まあ何にしていいかっていうね、うん、だってそれこそさっきあのちょっとご飯食べなくなってきちゃったとかっていう子、うんうん、もう、まあ、気軽に試せんのかなみたいな、うん、っていうふうに思うので、ぜひねそこから入って試していただいてもいいのかなと思います。よいしょ、うまいな、うまっかーって言いなさい、ちゃんとうまっかーって言いなちゃんとね、はい、っていう、まあ、みんなにおすすめの動画でした。はい、ぜひね皆さんもね、はい、気になったらうん、ぜひ下からね入っていけるので、はい、はい、見てください。はい、美味しかった、ね、うまいなうまいなね、目キラキラさせてご飯食べてくれるようになってます。はいね、それでね皆さん次の動画でまたお会いしましょう。はい、はい、さよなら。さあ、うまっかうまっかうまかよ